遺伝ですかね。遺伝ですかね。僕だけなんですよね、ちょっとかっこいい人っていうのは。まあ、出発っていう意味なんですかね。まあ、10周年とかもあるし、ここからまた出発というか、頑張っていきたいなとしました。もうちょっと大きめで、あ、ごめんなさい。まあ、本当になんか素の何も飾ってない自分をただ撮ってもらってただけなんで、まあ、そういう感覚で見てもらうのも楽しいんじゃないかなと思います。ヘアメイクも全部結構自分でやってセットしたりとか、まあ私服ですし、 あれ全部私服です。全部私服です、はい。じゃあ素の吉沢亮と旅行したらこんな感じだよ、こんな感じだよっていう写真集です。いや、あっという間だったなって思いますね。あんまりもう10年も経ったんだっていうか、逆にちょっと焦るというか、今までは結構年下、現場で年下なことが多かったんですけど、やっぱり年下の俳優さんもどんどんすごい役者さんいっぱいいるし、10年分の成長ちゃんとできてるのかなとか、自分もちゃんと大人になんなきゃっていう、なんか焦りみたいな感じ、この感じわかんねえなとか、なんかあるじゃないですか、そういう瞬間、この感じなんて読むのかなみたいな、はい。25なんだから、そういうこと、いい加減ちょっとそういうミス減らしたいなみたいな瞬間は結構あります。知った言葉とかありますか？知った言葉、はい、なんだろう、最近知った言葉何も出てこない。なんかあると思います。遺伝ですかね。遺伝ですかね。遺伝なのかな。ダイダル、皆さんかっこいい。割と僕だけなんですけど、男4人兄弟で僕だけなんですよね、ちょっとかっこいい人っていうのは。あんまり他の兄弟そこまで、ね、自身が国防級イケメンって言われてることに活動ですよね。そうですよね。かっこよくなる秘訣はやっぱりなんだと思います。やっぱりまあ、とにかくお芝居をこれからもどん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 新しい、やったことないような役をやっていきたいなと思うし、本当に趣味とかもなんもないんで、なんかそういうアウトドアな趣味欲しいなとかいつも思うんですけど、結局何もしてない。なんかありますか、アウトドア。いや、連れてってほしいですよ。